4月に気候災害が広島中心に本当に各地で起こってしまって、実際自分たちも足を運んでみて想像以上の被害を受けていたので、そういった中で僕たちができることっていうのはまた、その状況によっては変わってきますし、シーズンオフであれば一緒にボールを蹴ることでサッカーを通して、まず子どもたちを笑顔にすることができると思いますし、やっぱり継続していくことが大事ですし、また、そういう支援の輪を広げていくっていうことも大事になってくると思うので、子どもたちを笑顔にするっていうだけではなくて、多分今日本当選手たちもねすごいみんな笑顔になりましたし、なんか本当に一緒にこの時間を共有できるっていうことが一番の今日の目的だったんじゃないかなと思うん で離れてると、なかなか目にしたり耳にすることが少なくなってきてると思うので、そういうのを僕らがしっかり理解した上で本当にいろんなところに発信していくことで、またいろんな人が広島にいる人たちのことを思ってまた一緒になって復興に向けて、共に歩んでいくっていうことにはなっていると思うので、